松崎隆は、松崎隆造園設計事務所、プランニングネットワーク技師長などを経て、現在大日本コンサルタント株式、会社経管デザイン出場席技師、環境デザイナーで、千葉大学園芸学部非常勤講師。2014年土木学会創立100周年、記念切手原画デザインを担当。1964年千葉、大学園芸学部造園学科卒。 千葉大学園芸学部創立100周年、記念事業キャンパス集計計画等、検討委員会委員長。日光宇都宮道路で2002年度木、学会デザイン賞。千葉東金道路、山区間で2001年度木学会デザイン賞。他に津軽ダム下流行事業道路、原動転落防止策、など。著書に、自動車道路のランドスケープ計画。 環境と景観の立場から見た道路づくり、造園実務筆記、緑の環境設計、ランドスケープの新しい波から明日の空間論を開くたいなど、第9回日光宇都宮道路の先駆的な取り組み歴史的景観と自然環境の保全。双葉、千葉ジムドゥ、ページ。2020年5月7日閲覧。土木学会創立100周年記念切って9月1日に、 発行大日本コンサルタント株式会社 www.ne-con.co.jp 2020年5月7日閲覧福井恒明教授がデザインを監修した切手の発行法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科シビル .ws. 補正 .ac.jp 2020年5月7日閲覧 国土技術政策総合研究所研究資料。2020年5月7日閲覧。最優秀賞、日光宇都宮道路。www.jsce.or.jp。2020年5月7日閲覧。土木ツアーナビ千葉東金道路、三部区間。2020年5月7日閲覧。美しい国土づくり事業とは、 津軽ダム下流工事用道路原動拡幅工事。www.thr.mlit.go.jp2020 年5月7日閲覧。ありがとうございます。